戸塚は警部シリーズ亀井貞夫亀井貞男は西村京太郎の推理小説戸塚は警部シリーズに登場する架空の警察官。戸塚は肖像のパートナーである。なお、名前は原作では多くが貞夫となっているが、ドラマでは貞夫貞夫の表記も用いられており、各ドラマのシリーズごとに異なっている。警視庁刑事部捜査一課に所属する警察官。 高校卒業後警視庁入庁。年齢は45歳。昭和一桁生まれ。血液型は B 型。身長170センチメートル。髪は白髪混じりであり、体型は太っている。後に小柄で細身という描写がされた。汗っかき。通称は亀さん。由来は名前から来たと思われがちであるが、首を突き出すようにして歩いている様子が亀に。 そっくりだからというものもいる。最終学歴が高校卒業ということから学歴コンプレックスを持つ。自分より学歴の高い刑事に負けないという自負はあるが、研修の際に教官から仮名だけ内容が理解できなかったのではないかという態度を取られると高卒だからそう思われていると感じることがあるという。階級、職名は原作では明言されておらず、 ドラマにおいてはテレビ朝日土曜ワイド劇場西村京太郎トラベルミステリー TBS 西村京太郎サスペンス戸塚川警部シリーズで警部補 TBS 西村京太郎サスペンス戸塚川警部シリーズでは巡査部長と設定されている役職については実際の警部補総当職である捜査一課強行犯捜査係の主任が妥当であるが 明確に設定された作品は現時点では存在していない。なお、富士テレビ、金曜プレステージ、戸塚川刑事の肖像では、若き日の戸塚川刑部を描くという設定から、戸塚川と共に、警視庁、捜査一家刑事、テレビ東京、月曜プレミア8戸塚川刑部の事件簿では、定年退職後に再任用された、食託捜査員という設定になっている。 とつか警部シリーズの第2作、消えた、タンカーにて初登場。主に主人公、とつか警部の相棒を務めるが、寝台特急、金殺人業では物語中盤から主人公として活躍した。なお、名は、貞ダであるが、原作中長らく名前の設定がなく、とつかをはじめ、とつか藩班の刑事には、亀さん、上司には、亀井君、くん、状況説明の中では、 カメイと呼称されていた。ドラマにおいて初めて役名が付けられ、サダオ、サダオ、サダオとなった。カメイは基本的に警視庁刑事部捜査一課、戸塚川藩の一員として捜査に参加している。また、カメイは戸塚川藩で一番年長と見られることや高い捜査能力などから藩のリーダーの戸塚川から強く信頼され、戸塚川のパートナーとして 行動を共にすることが多い。また、稀に戸塚川が単独もしくは、亀井以外のメンバーと遠方に捜査に出かけたときは、戸塚川の代理として、班の指揮を担当する。また、それを上司である、本田捜査一課長から要請されることもある。さらに、戸塚川、亀井のコンビならば安心して世界に出せると上司に、言わしめるほど、亀井自身あるいは、戸塚川とのコンビは、 とつか以外の上司の信頼も厚い。とつはが妻、なお子以外で最も大切にしている人物とみなされたことから、とつかを苦しめるために、賞金首にされる、姿を喰らましたとつかを見つけるには仮名をこ行すれば、良いと考えられて、マスコミに付け回されるほど、パートナーとして広く、一般にまで知られている。パートナー、部下としての役柄、とつかの世話を焼くこともあり、 とつかには、亀さんの入れたコーヒーが一番うまいと言わせ、捜査本部に泊まり込みとなる時には夜食として、とつかに、そろそろ亀さん自慢のラーメンが出る頃だと思ってねと言われるインスタントラーメンを作ることもある。性格は当初、とつかをして、人に恨みを買うことが最も少ない刑事だと言わしめるほど、人情味と誠実さを合わせ持った設定であったが、 直情傾向型に描かれる作品も少なくない。容疑者等に腹を立てるとすぐ熱くなり、時には容疑者を殴りつけようとすることもある。ただし、同期が復讐など同情の余地のある犯人には、警察官としての義務から厳しく追跡するものの、人間としては同情する。またと使わない狩りで、冷静さを失うと諌めるなど、お互いを補い合うことができている。 近年の作品では同情の余地のない犯人が増えたため、亀井の性格も直上傾向的になってきている。初期には青森出身との設定であったが、後に仙台出身という記載があり、亀井自身は青森生まれ仙台育ちと発言している。特に青森を故郷として強く意識し、思い入れも強い。そのあたりが東京と出身の戸塚川との大きな違いである。 急行奥多見殺人事件では、戸塚とつかとともに子供好きな一面を見せている。亀井自身、小学生の子供がいるのでなおさらその傾向が強い。松島、蔵王殺人事件では、初恋の女性と久しぶりに再会。一緒に食事をした際は、今だけは、家庭のことは忘れていたいと述べ、少年だった頃の気持ちで接している。夢は、警察を退職したら、 子供の頃遊んだ野山を復元して、毎日そこで寝転ぶこと。家族は妻講子、長男健一と長女真由美の三人がいる。小学生の健一は鉄道マニアであり、健一に鉄道を見に連れて行かされた先で事件に遭遇したり、健一の一言がきっかけとなり、犯人のトリックを見破ったりしたことがある。健一の写真により濡れ衣から救われたこともある。 健一は特急大空殺人事件、マユミは特急、品野21号殺人事件で誘拐されたことがある。名が二人いるが、カズトは遊び、相手の男に射殺されてしまい、カズトは恋人が旅行中に元恋人を殺して逮捕された。これらのことから解説に、加盟の一族は多難続きらしいと書かれてしまったこともある。戸塚は警部を、 主人公とした作品の映像化は数多くこれらの作品にも亀井刑二が登場する。なおドラマ版で登場する家族は妻の講師のみで子供が登場する作品はない。そのため原作よりも比較的高齢の俳優が起用されていることが多い。土曜ワイド劇場での戸塚警部役を三橋達也が演じた作品においては 三協が高齢だったため相川金也が演じる亀井が主役格として扱われ犯人を追い詰める最後の手段として情に訴えるなど人情味あふれる人物として描かれた。当初の相川はそのコミカルな芸風と相まって原作のベテラン刑事のイメージとはかけ離れ同じ年長者でも西本や清水といった若手の兄貴分的立場に描かれていた。同シリーズ第四作。 新大特急、赤月殺人事件のオープニングでは拳銃を発砲しているシーンが使われている。またシリーズ第一作が青森をテーマにした執着疫殺人事件だったこともあり、特に青森出身であることが強調されたが、演者の相川は東京都出身で全く青森弁を離さないどころか、しちまった、されちまったなど、むしろ、 エドベンマジリの話し方をすることが多かった。後に作を重ねるごとに、相川の年齢も上がり、普段は穏やかだが、行動派のベテラン刑事という、原作に近いキャラクターに変貌していった。この過程で、前述のエドベンマジリの話し方も消えていった。原作者の西村は、この相川が、仮名のイメージに一番近いと語ったことがある。ありがとうございます。